とある魔術のバーチャル。これよりバーチャロイド基本操作の補習授業を始めちゃいますよ。出席を取りますね。上条ちゃん。はーい。はい、全員出席ですね。まったく、あれほどやり込んでいたバーチャロンの習熟テストに落ちるなんて、トーマ様逆に尊敬します。俺だってこんなつもりじゃなかったのに不幸だ。トーマ様のバーチャロイドの腕前はそのまま私の評価にも関わりますからね。おはようからお休みまで、あなたの暮らしをサポートする万能 AI っていうのが私の売りですし、今日は先生とリリナちゃんの2人がかりで上条ちゃんにバーチャロンの基本を教えていくですよ。よろしくお願いします。それでは各項目の説明を始めますよ。今画面で動いているロボット、バーチャロイドを操作して戦うのがバーチャロンの基本です。移動したい方向にを入力することでバーチャロイドを動かせます。バーチャロイドは前後左右だけでなく、右前や左前など斜めに移動することもできるんですよ。を下に入力すると交代します。急に判定することはできないので注意してください。トーマ様を入力している間はずっと移動します。入力、それでは実際にバーチャロイドを動かしてみましょう。こんな感じでどうかな。この調子で次の操作もクリアしていきましょうね。移動は基礎中の基礎、思い通りの方向にしっかり動かせるようになってくださいね。次はダッシュ操作ですね。ダッシュで素早く動くと相手との距離を詰めたり離れたりいろいろできますよ。ちなみにバーチャロイドのダッシュは無制限、何度でも出すことが可能です。なら連続して出しまくったら最強なんじゃ。ダッシュは停止時に隙が発生するので、そこを突かれてフルボッコかと。ですよね。世の中そんなに甘くないってことですね。それでは操作説明に移りますよ。で、移動中にを入力することでその方向に向かってダッシュできますよ。2つの入力を同時にする必要はなく、移動しつつ後からダッシュを入力すれば大丈夫。ダッシュは一定時間持続します。ダッシュ後は完成で移動できるので慣れたら楽ですよ。移動と同じように斜めへのダッシュももちろん可能なのです。それでは実際にダッシュを試してみましょう。逃がすか。行くぞ。はい、8方向のダッシュを全てクリアです。ダッシュはバーチャロイドの操作で一番使いますから、しっかり覚えておいてくださいね。そういや、ダッシュで壁とかにぶつかったらどうなるんだ。衝突で止まることはなく、そのまま壁に沿って動いていきますよ。ちなみに正面へのダッシュ中は少しだけ向きを変えられたりしますよ。バーチャロイドにはそれぞれ3種の攻撃用武装が設定されています。ライトウェポン、レフトウェポン、センターウェポンの3つですね。今回は右手装備、ライトウェポンの使い方について説明していきますよ。
入力することでライトウェポン攻撃を出せます。テムジンの場合は右手のランチャーで射撃します。攻撃をすると武器ゲージが減少していきます。ゲージがない状態でと入力しても攻撃は出ないので注意です。減少した攻撃ゲージは時間経過で回復します。攻撃は移動しながらでもできるのですよ。で、移動しながらを入力します。相手をロック中に攻撃するとそちらに向けて射撃しますからね。また通常とは異なるライトウェポン攻撃を出すこともできます。を入力することで強力な攻撃に変化します。これがターボライトウェポン攻撃です。テムジンの場合は変形したランチャーから正面に強力なショットを放つんですよ。それではライトウェポンでの攻撃を試してみましょう。ピャッ、逃がすな、くらえ、ピャッ、くらえ、ピャッ、くらえ、ピャッ、くらえ、落ちろ。はい、お疲れ様なのですよ。そういえば小前先生、質問なんですけど。どんな質問でもどんと来いなのです。テムジンの右手の兵装、名前ってあるんですか？もちろんありますよ。これはスライプナーと呼ばれています。スライプナー。この兵装はランチャーやソードなど敵との距離に応じて変形するのが最大の売りと言えますね。近距離攻撃から遠距離攻撃まで幅広くカバーしてくれるのです。おお、かっこいいぜテムジン。次はダッシュライトウェポン攻撃です。ん？ダッシュライトウェポン攻撃？そう、これは命中精度を上げるための動作なのです。命中精度？2メートル先の的と20メートル先の的だったらトーマ様はどっちが当てやすいです？ああ、そういうことか。遠距離攻撃は便利ですが遠ければ遠いほど当てにくくなりますからね。ダッシュで距離を詰めつつ撃つのが定石なのです。そりゃそうだよな、盲点だったぜ。上条さんってば基本拳でなんとかしてきてるから飛び道具は不慣れでさ。せめてバーチャロンの中でくらい飛び道具に慣れてくださいよ。ではでは説明に入りますよ。ダッシュ中にを入力することでダッシュライトウェポン攻撃が出せます。ダッシュ攻撃は通常の攻撃から挙動が変化するものがあります。テムジンの場合はスライプナーで発射するビーム弾が連射になりますよ。ダッシュ攻撃が終わるとそこでダッシュも止まります。それではダッシュライトウェポン攻撃を試してみましょう。行くぞ、逃がすな、落ちろ、そこ。はーい、お疲れ様です。テムジンの前ダッシュ中のライトウェポン攻撃は実際のバトルでもよく使われる戦法なのですよ。距離を詰めつつ撃ちまくる、これぞテムジン、通称前ビです。前に進んでビーム撃つから前ビ。上条ちゃん、先人のネーミングセンスにケチをつけるのは
先生、感心しないですよ。ああ、いや、すんませんでした。トーマ、補習っていうの、もう終わった？ああ、今終わったところだ。ちょうど練習相手を探してたところなんだけど。トーマ、トーマ、私が相手になってあげるんだよ。よし、頼むぜ、インデックス。それでは、バトル設定を開始します。ちょっと練習相手になってくれ、インデックス。遠慮なくかかってきていいんだよ。そこだ！やっ！バッチリですね！落ちるよ！この距離ならいける！ターゲットの動きが鈍っています。落ちるよ。くらえ、くらえ、これでどうだ。まだ戦えるよ。よっ、落ちろ。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。こいつはちっとばっか響くぞ。ああ、倒されちゃった。よし、忘れないうちに復習しとくか。トーマ、バーチャロンは人と遊んだ方がすぐ操作を覚えられると思うんだよ。バーチャロンは相手あってのゲームですからね。やはり実戦が一番練習になるかと。でも対戦相手ってどうやって探すんだ？バーチャロンにはプレイヤー検索システムがありますから、この場から動かなくても他のプレイヤーと対戦できますよ。なるほどな。よし、そうと決まったらいろんなやつと遊んでみようぜ。ディリナ、私もやる。今度は手加減なしで行くんだから。もし当たっても絶対負けないからな。お二人ともやる気満々ですね。それじゃあ対戦受付中のプレイヤーを検索しますよ。絶対に負けねえぞ。落ちろ。最後に勝てばいいんです。よっしゃ、そこだ。よし、よし、いける。そんな、くらえ。これでどうだ。やってくれるじゃない。てめえだけは、てめえだけは許さねえ。そこだ。ターゲットの動きが鈍っています。落ちろ。そこ、その幻想をぶち殺す。リードが入れ替わりました。決着をつけるぞ。試合時間残り半分です。そこ、ターゲットがもう限界ですね。行くぜ。こんな、
そうだ。いや、これくらいにしといてやる。そんな、ここまで来て。負けられないんだよ。絶対に負けねえぞ。この距離ならいける。よし、落ちろ。ターゲット、ヒットポイントが落ちてきています。そこ、このリードを大事に。行くぞ。くらえ。そこだ。よし、大成功。逃しませんわ。くらえ。落ちろ。てめえ。逃しませんわ。そうだ。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。そうだ、今だ。まだやれますわ。そこ、ターゲットがダウンしました。試合時間残り半分です。ブースト状態になりました。そうだ。強さを見誤りましたわ。俺の勝ちだな。絶対に負けねえぞ。逃がすか。そこ、よっ。よっ。校長です。今だ。空気読めないんだ。くらえ。くらえ。そこ、ターゲットの動きが鈍っています。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。てめえだけは許さねえ。そこだ。私の鑑賞力見せてあげるわ。試合時間残り半分です。ターゲットがブースト状態になりました。その幻想をぶち殺す。あと一息で撃破可能です。余裕なさそう。もう機体ボロボロ。負けられないんだよ。絶対に負けねえぞ。そうだ。
そこ、落ちろ、そこ、落ちろ、このリードを大事に、そこ、やっ、ターゲットダメージが見て取れる状態です。くらえ、捕らえたぜ、そこ、行くぜ、楽しくなってきたな、おい、そこ、落ちろ、そっか、俺の勝ちだな。絶対に負けねえぞ。くらえ、た、逃がすか、やっ、た、やっ、た、くらえ、これでどうだ、大ピンチかも、行くぞ、そこ、やっ、そこ、やっ、試合時間残り半分です。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。そこ、てめえだけは許さねえ。ターゲットヒットポイントが落ちてきています。やっ、試合時間残り30秒です。これでどうだ、痛いんだよ、この距離ならいける、捕らえたぜ、人はそれで救われる。ターゲットがブースト状態になりました。そこだ、その幻想をぶち殺す、決着をつけるぞ、くらえ、行くぜ、耐えられないかも、ターゲットがもう限界です。試合時間残り10秒です。どこで間違えたのかな、俺の勝ちだな。とある魔術のバーチャロン、てめえをオブジェにしてやんぜ。上だ。へ。邪魔だ。気を失うには早いぜ。てめえ。
山だ。落ちやがれ。鬼ごっこか。上だ。ターゲットヒットポイントが落ちてきています。消えない。こっから先は一歩スクラップの時間だぜ。誘ってんのか。持ってくれよセブシ。ターゲットが倒しました。ターゲットヒットポイントわずかです。消えない。嘘だろ。終わりか。当然だろ、雑魚が。てめえをオブジェにしてやんぜ。取り返していきましょう。調子に乗ってんじゃねえ。よっしゃ。消えない。それ誘ってんのか。直撃食らった。消えない。邪魔だ。オッチ、遊びすぎたか。こっから先は一方通行だ。やってらんねえよ、クソが。